キラー・インサイド・ミーは2010年のアメリカ合衆国の犯罪映画。監督はマイケル・ウィンター・ボトム。出演はケイシー・アフレックとジェシカ・アルバなど。原作はジム・トンプスンのノワール小説ザ・キラー・インサイド・ミー。同書の日本語訳は村田克彦役の内なる殺人者と三河はじめ公訳の俺の中の殺し屋がある。 同原作の映画化作品には1976年のザキラー・インサイド目がある。1950年代の西テキサスの小さな田舎町を舞台に、人当たりのいい人望のある保安官助手があることをきっかけに隠されていた裏の顔を見せ、次々と殺人を犯していくようになる姿を描く。パリで映画をプレゼンするジェシカ・アルバに2010年1月24日にサンダンス映画祭で、 プレミア上映された。同月 IFC フィルムズが約150万ドルで権利を購入し、劇場公開とビデオオンデマンド公開が告知された。2月には第60回ベルリン国際映画祭のコンペティション部門で上映され、金マ賞を争った。4月27日にはトライベッカ映画祭で上映された。6月18日よりアメリカ合衆国の劇場で、 限定公開がスタートした。ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、キラー・インサイド・ミーは、スタイリッシュで美しく撮られているが、マイケル・ウィンター・ボトムは、登場人物から距離を置いているため、この残忍で、暴力的な映画から、重要な感情的背景を奪っている。であり、128件の評論の内高評価は55%に、当たる70件で、 平均して10点満点中5.69点を得ている。メタクレティックによれば33件の評論のうち高評価は15件、賛否混在は14件、低評価は4件で平均して100点満点中53点を得ている。ありがとうございます。